新型コロナウイルスの影響で2年連続で中止となった仙台青葉祭の代わりとなるイベントが今日から始まりました。仙台青葉祭りの代替イベントは青葉区のサンモール一番町商店街と常禅寺通りを会場に今日から始まりました。会場には新型コロナの収束や震災からの復興を願う3基の山鉾が展示されているほか、およそ130個の提灯を使った高さ5メートルほどの復興提灯やぐらが設置されています。代替イベントは2回に分けて開かれる予定で、1回目のイベントは今月27日までです。2回目は9月から11月の間を予定していて、スズメ踊りを披露する計画です。